佐賀県立知延館中学校、高等学校は、佐賀県佐賀市兵庫北4丁目にある県立中学校、高等学校。1988年に開校した比較的新しい高等学校である。佐賀県教育委員会のモデル校であり、2003年に佐賀県立知延館中学校を併設し、併設型中高一貫教育を行うようになった。高校は、 男女共学であり、普通科、理数科を備える。定員は240名。校名は、鍋島直政が設置した佐賀藩藩校の名に由来している。以上通称、3C と呼ばれる。さらにこれにを合わせて 5C と呼ばれることもある。年間を通じて様々な行事が模様される。入学式新中学1年生と新高校1年生合同で行われる。 入学式で音楽部が校歌を歌うのが定例となっている。遅延関西例年9月上旬に文化祭、体育大会がそれぞれ1日、計2日間かけて校内にて実施される。学校最大の行事の幕開けとして書道部と音楽部によるオープニングセレモニーが行われる。また、体育大会の断編成は中学校、入学定員の減少に伴い、 平成25年度遅延関西にて従来の4段から3段へとなった。芸術鑑賞会例年10月中旬に探し文化会館にて大ホールを貸し切り、中高合わせた全校生徒約1200名が伝統芸能や劇、クラシック音楽等を鑑賞する。生徒会長選挙生徒会長を決めるための選挙。後期生徒会長として卒業式の場で祝辞を読む。 遠行学校創立記念日に、金流憩降の広場まで列をなして歩く遠足で、毎年行われている。この日に限っては、弁当は、おにぎり二つのみとされている。2018年度は当時佐賀県が開催していた、維新博覧会へ参加することを代わりとして、実施されなかった。修学旅行例年2月上旬に、高校2年生が東京と新潟第4泊5日、スキー旅行へ行く。 しかし、2019年度の高校2年生は、翌年からセンター試験廃止及び共通テストへの変更などの入試改革の影響を受け、時期を早めた12月に東京へと行った。また、日程が3泊4日と変更になった。12月という時期から、新潟のスキー場は雪が不十分であることを理由に、新潟へのスキー研修は実施されず、旅行範囲は東京のみであった。 卒業式、毎年3月1日に行われる。例年高校1年生は代表が参加、2年生は全員参加する予定であったが、2019年度の卒業式は新型コロナウイルス感染症対策のために在校生の参加は見送られた。上記に加えて正式な部活ではないが家庭同好会が存在する。ありがとうございます。